はい、皆さんはじめまして、こんにちは、亀の子あたしです。いつもですね、こんな感じで黄色い手袋をしてね、YouTube の方で短縮文具を紹介してるんで、ぜひ皆さん見て応援の方をしていただけると嬉しいなと思います。で、今回ね、皆さんに特に紹介したいのがこちらです。はい、パイロットのレグノの安い方になります。安い方ということは、これ高い方があるんじゃないのとか、高い方がいいに決まってるじゃんっていう方いらっしゃるかもなんですけど、いやいや、そんなことはないんですよね。はい、安いやつには安いやつなりのロマンがあったりとか、あとはですね、面白さがあったりするんですけど、特にですね、このレグノの場合、はい、このね、安い方が個人的に面白いんじゃないかなって思ったりもします。はい、ということでね、いろんな方がいらっしゃいますけどね、今回の動画聞いていただくと、ガラッと価値観が変わったりとか、おおって思われるかもしれないんで、はい、ぜひですね、今回も最後まで聞いていただけると嬉しいなと思います。最後にいいねとね、チャンネル登録の方、YouTube の方で忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでね、まずはですね、今回の話のメインのこのレグノの安い方のボールペン、はい、これを出したいなと思います。それがこちらになります。じゃーん、はい、こちらになるんですよね。はい、こんな感じで、コロンとした木の感じでね、はい、これ天然の木を使ってるんで、ぬくもりを感じるような、こんな感じで流線形が素敵なペンになります。で、これボールペンなんでね、今回、カチカチとこんな感じでノックして出すことができます。これノックのね、打感もいい感じです。で、自分はボールペンこんな感じで持つんですけど、はい、結構手にこういう風な持ち方する方フィットする感じで、持ちやすいんじゃないかなと思います。はい、というのはね、こんな感じのペンなんですけど、このレグノってどういう意味かというと、これイタリア語でですね、はい、森林とか材木とか、そんな感じの意味です。そこから来てるというふうな感じですね。はい、というのは、こんな感じのペンなんですけど、はい、これ冒頭にも言ったんですが、これ安い方なんですよね。じゃあ、高いやつはどんなやつになるかというと、高いやつこんな感じのやつになります。じゃん、はい、高い方にはですね、こんな感じで、これ回転繰り出し機、はい、こんなやつがあったりして、これ安い方にはないんですけど、はい、こんな感じでちょっと見た目が変わるような感じですよね。はい、じゃあちょっとこれ拡大の方していくんですけど、はい、こんな感じになってます。ここのところにレグノって、はい、ちょっと小さいですけど、こういうふうに書かれてるんですよね。はい、でね、これレグのなんちゃらとかって名前がついてたとしたら、この2つの区別って分かりやすいかもなんですけど、実はね、その後ろのところがね、なぜかないんですよね。なんで、レグノと言われると、これ、どっちのペンっていうのがね、ちょっと分からなかったりするんで、もし、注文とかね、したりする方とか、注意してください。ということでね、まずね、このペンの1つ目のポイントですね。はい、それがこちらになります。はい、同姓同名レグノさんっていう感じでね、はい、なんでこんな感じになってるのかっていうところが、ちょっとこれメーカーさん疑問なところなんですけど、はい、一応こういう風に安いやつと高いやつがあります。でも今回ね、自分が推したい方はこの安い方になってるんでね、その辺ご注意ください。はい、でね、これね、実はですね、木のね、ちょっと使い方っていうか、この構造がちょっと違ってるんですよね。はい、加工かな、それが違ってるんですね。そこを今から紹介したいなと思います。それがポイントの2つ目なんですけど、それがこちらです。はい、珍しい安価で本格的な木のペン、はい、これが安い方なんですよね。はい、じゃあ一方この高いやつはどうなのかというと、はい、実はですね、ここに使われている木っていうのが樹脂岩芯カバ材っていうやつになります。で、一方こちらの方に関しては普通の木になってるんですよね。この違いが何かというと、実はですね、こちらの高い方のやつは、はい、木を切って、その木をですね、はい、薄くスライスするんですよね。で、その中に樹脂を流し込んでギューッと押し固めて、はい、それでブロックを作って、それを削っていって、はい、ペンの形にするという、そういうふうなアプローチをとります。それによって何がね、美味しいかというと、普通の木よりも強度がアップするんですよね。はい、普通の木、ちょっとね、ものにもよるんですけど、強度的にちょっと問題があったりするんですよね。それが結構カバーできるよというメリットはあるものの、本来の木の持ってる木目とかですね、そういうのはちょっと逆に失われたりとかして、これ本当に木というのはどうかみたいなところで、ちょっと実は議論があったりするんですよね。
でね、まあ、より本格的な、まあ、キーといってもいろんなペンがあったりするんですけど、より本格的な方というのは実はこの安い方のこちらの方なんですよね。はい、というのがね、まあ、今回のこのペンの特徴になります。はい、でね、まあ、これね、まあ、ペンなんですけど、実はこのキー、はい、なんでできてるかっていうのをこれ皆さん分かりますかね。はい、特にキーが自信のある方、まあ、当てていただきたいんですけど、はい、実はですねこれ、まあ、結構身近にあるキーなんですよね。はい、ということでね、じゃあこの木の正体、はい、こちらの方を見ていただくと、ああと思うと思います。それがこちらです。じゃん、はい、まあ、これイラスト屋さんのね、はい、まあ、イラストなんですけど、はい、まあ、実はですねこれメイプルシロップです。はい、まあ、ホットケーキとか美味しいですよね。まあ、そこに甘くにとろっとかけるような、はい、まあ、このシロップなんですけど、はい、実はねこのメイプルシロップのこのメイプル、はい、それが今回これにねなんと使われてるんですよね。はい、まあ、実はこれ北米産のハードメイプル剤が使われてます。まあ、楽器とかはもちろんこういう風な食品とかのメイプルシロップとかね、まあ、そういうのとかでもまあ馴染みのあるやつなんですけど、あとは日本語の名前でこれカエデって言ったりもします。はい、まあ人名とかでもねカエデとかなったりしてるんで、結構こういう風にお菓子が好きな方とか、はい、まあ、そういう風な人へのプレゼントとかですね、まあ、そういうのにもまあ向いてるんじゃないかなというやつになります。はい、というような、ね、まあ、感じでですね、まあ、まあ3つ目のポイントはこちらですね。はい、まあ、使われてる木の正体はあれだっていう感じなんですけど、もうこのあれ皆さんもう押さえることができましたね。はい、メイプルが使われてるという感じになります。はい、でですね、まあ、このね木がこれ天然の木なんですよね。でこの木目っていうのはねこれもうそれぞれユニークな感じになってます。はい、ということでね、まあ、4つ目のポイントなんですけど、それがこちらです。はい、まあ、出会いは運命、世界に一つの木目になってます。はい、そうなんですよね。まあ、木ってね、まあ、どれ一つとして同じやつがないんですよね。はい、なんでね、もうこれ見つけたらですね、まあ、それでパッと、あ、これいいなって思ったやつは、もうこれ運命と思っていただいてね、まあ、買っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、こういう風に見てみると、かなりね、これ素敵に思いませんかね。はい、まあ、これが結構木の魅力的なところでもあるんじゃないかなと思います。はい。でね、最後のポイントなんですがね、はい、それがこちらになります。はい、稀にこれ木って言います。はい、木が入ったレアものが存在するんですよね。はい、まあ、これどういうことかというとですね、はい、実はですね、まあ、これ普通のこれ木目なんですよね。でも中にはですね、木もね、いろんな育ち方するやつがあるんですよね。まあ、風がブワーって吹くところとかで、まあ、育ったやつとか、はい、まあ、いろいろなんか暑いところでね育ったやつとか、まあ、いろんなね、まあ、外的な影響とかで、まあ、全部が一緒に木って育っていくわけではないです。はい、ということでね、まあ、そういう風な環境とか、まあ、いろいろ病気とか、まあ、いろいろあるかもしれないんですけど、そういうやつからね不思議な柄のやつが生まれて、たまにそういうやつがですねこのレグノのね、この安いやつ混じったりすることがあるんですよね。はい、それがこれらになります。じゃーん、はい、こちら、はい、これ分かりますかね。じゃあこちらから見ていきましょうか。はい、まあ、これまあ普通なんですけど、これなんかこうするとなんか 3D みたいになんか横になんか動いてますし、なんかしましまみたいな感じになってて、なんか面白いですよね。なんかまるでレッサーパンダの尻尾みたいな感じになってるんですけど、はい、これがですね、縮み木って言います。はい、まあ、これでまあ、おそらくなんですけど、まあ、木がですね、まあ、強い風とか受けたりとかしてぐにゃーって曲がったりします。まあ、人間でもこういうふうにガーってこういうふうになんか曲がっていったりするとシワができたりしますよね。はい、まあ、そのシワがこれに値するみたいな感じなんですけど、こんな感じのね不思議ななんかちょっと味わい深いような感じになりますよね。はい、まあ、こんな感じのね縮み木っていうやつがあったりとか、あとはねこちらご覧ください。なんかねブチみたいな感じなんですけど、なんかここになんか縦筋がシュッて入ってて、なんかまるで目みたいな感じですよね。はい、まあ、これもですね、まあ、程度とかなんか大きさとかいろいろあるかもなんですけど、これバーズアイって言います。はい、まあ、こんな感じのですねちょっと変わったようなねレアなやつ、はい、SSR なんかガチャとかでね、まあ、ウルトラレアとかあったりするんですけど、まあ、こんな感じのやつがねたまにねなんか混じったりするんですよね。あまりまあメーカーさんの方がこういうのをなんか省いたりとかしてなくて、まあ、入れてるのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、こういうのをね見つける楽しみっていうのが実はねこれあったりとかもします。でたまにこういうのを見つけたみたいな感じでねうわーって盛り上がったりとかもするんですよね。まあ、これらのね木っていうのはですね、まあ、この高いやつの方ではちょっとこれまあ
先ほど言ったようにこれミルフィーユみたいな感じになっちゃうんで、この木が出ないんですよね。なんでこの木がね出るやつ、こういう風な独自の楽しみがあったりするんで、個人的にはこういう風な意味合いからも安いやつをねちょっとおすすめしたい感じです。でもですね、こういうやつよりもやっぱり私はこういう風に普通のやつの方がいいやっていう方ももちろんいらっしゃると思いますし、こちらもこちらでシンプルで綺麗だったりもするんですよね。なんでそれぞれね良さがあったりもしますし、両方持ってみても楽しいみたいな感じでね、もう1本でも2本でも3本でもこれ持ってても面白いやつになります。しかもですね、これ久々に売り場とかにね行ってみるとね、これ結構売れてて、次の号みたいなのがドーンとお店も入荷したりとかもするんですよね。その次に入荷した時に偶然こういうのが入ってることもあるかもしれないんで、皆さん定期的にですね行った時にですねお店にバーってまた棚の方を見ていただくと、あーっていうようなこういうような素敵な出会いもあるかもしれないよみたいな、こんな楽しみがあるっていうのが実はこの安いレグノの魅力になります。はい、ということでね、もう今までねこれ話してこれ10分ぐらいなんですけどね、全然今書いてないですよね。はい、書かなくてもこんなにね非常に魅力があるんですよね。でも書かないのもねあれなんでね、じゃあ最後にですね、ちょっと書いてね終わりにしたいなと思います。じゃあ紙の方を出しますね。はい、じゃあ白い紙を出しまして、じゃあちょっと書いてみたいなと思います。はい、これノック式のボールペンです。もう持ち心地も初め言ったようにいい感じで、はい、こんな感じでぬらぬらぬらーってこういう風に、はい、すごくね気持ちよくこういう風に書くことができるんですよね。はい、非常に書き味の方はもう完全にもういい感じになります。はい、でですね、これ中がね、これなくなっちゃったよっていう時は、ここのところこういう風に開けていただくと、はい、リビルの方こんな感じになってます。でこれ結構いろんなところにね、あったりとかお求めやすい感じになってるんで、もうガシ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 ねもう使ってみていいんじゃないかなと思います。はい、というようなね、感じのね、結構魅力的なやつです。シャーペンとかもねあったりするんで、もう気になった方はね、シャーペンの方とかもね合わせて持っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回ですね、このレグノの魅力でした。この動画良かった面白かったという方はですね、ぜひですね商品を購入したり、 YouTube とかではねもっとね詳しくディープにねいろいろ話とかもいつもしたりしてるんで、いいねとかチャンネル登録の方で応援していただけると嬉しいなと思います。あとはですね、SNS の方とかでね、気軽に話しかけたりとかねしていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。